どうもどうも、マシです。今日はですね、古着屋の買い付けに密着ということで動画撮っていきたいと思います。今の時刻が7時40分でございます。まあ、大体買い付け行ってる時は朝がすごい早いですね。でオープンが13時からなんですけど、今日はガクに店頭1時オープンに立ってもらって、僕がその間買い付け行くっていう感じでございます。まあ古着回しは大体2人で一緒に買い付け行くんですけど、今日はちょっと初めて行く買い付け先っていうこともあって、一発目は大体僕1人で行きますね。で、感じかどうか判断して、よかったら今後2人で見に行くっていう感じでございます。まあ見ての通りね、朝ということでテンションもクソ低いです。会見の時に僕がこだわってるのが、すごい動きやすい服装でございますね。今日の服装がそうですね、デニムオンデニムに、大事なのが、IKEA の袋でございます。はい、大体袋を持ってみんな行くとは思うんですけど、僕は IKEA の袋を使っております。でバッグを持ってないんでね、手に持ってます。明らかに買い付け行こうとしてるやつっていうのがバレるスタイルでありますが、同業には分かりますよね。これ持っとるやつ、大体買い付けしようとしてるみたいな。まあということで、今豪徳寺駅いるんで、その買い付け先に今から向かっていきたいと思います。で僕の買い付けする際のルーティーンだったりをお届けするので、どうか最後まで見てやってください。じゃあ行ってきます。ということで、最寄りに到着しました。まあ、買い付けはね、体力勝負ということで、僕が朝一必ず飲んでるものがございます。皆さんね、朝一発目、よし今日も頑張るかってなるとは思うんですけれども、これを飲むと誰でも。ビタミン野菜でございます。このね、ビタミン野菜、かなりの野菜が入ってて、何種類って言っとったかな、50種類ぐらい入ってるらしくて、喫煙者にはぜひ飲んでほしい飲み物ですね。てなわけで、今から買い付け行くんですけど、3月後半なんですけど、今これ買い付け行ってるのが、ティー入れてほしいっていう声が多いので、ちょっとティー入れていこうかなと思っております。古着屋回しだったら結構パンツが動いてて、デニムはもちろんですけど、スラックスがかなり需要高いのかなということで、スラックスも入れたいっていうのと、あとライトアウターですね、ジャケット、タンタケのジャケットがやっぱりかなり反応がいいので、タンタケのジャケットも入れていきたいと思います。まあ基本はもう春物メインにはなってきますが、ちょっと夏T 欲しいよっていう方も増えてきてるんで、そのライトアウターのインナーに T シャツ着たいぞっていう方多いんで、今季はどうなんやろうな、半袖シャツと T シャツだったらどっちっていう感じなんですけど、なんか今の感じだったら T がすごい反応良さそうなんで、 T 入れていきたいかなと思います。その買い付け先まで駅から歩いて20分ぐらいかかるんで、今ひたすら歩いております。僕ん家から古着屋マーシーまでは徒歩1分ぐらいの場所に住んでるんですけど、あんまり1日歩くことがないので、こういった買い付けの時に体を動かして健康な体になってるような気がします。これ飲んでね。まあてな感じで行きますか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで買い付けしてまいりました。こちらですね、 IKEA の袋いっ
杯分ちょうどっていう感じではあります。まあ、いつもの買い付けだったらこの 2,3 倍ぐらい買い付けるんですけど、初めての買い付け先っていうこともあって、まあ、探り探りでミニマムっていうのがあって、アポイントを取った際にこれ以上の金額は買わないとダメだよっていうのがあるんですけど、そのギリギリをこれにしました。まあなんかええのがあったら結構もうドバッと入れちゃうんですけど、ギリギリを買うっていうことはまあそういう感じではありました。すごい厳選してあんまうちにないようなやつを入れつつの、まあ王道にみんなが欲しがってるアイテムを入れたっていう感じで、なんかヴィンテージってよりかはグッドレギュラーっていう感じでしたね。いっちゃん古いやつで60年代とかのアイテムとかでした。うん、なんかもっとテンションふわって上がると思ったんですけど、うんって感じでしたね。今から店舗に戻ってこいつら値段つけてシワ取ってで年代調べてっていう感じでいきたいと思います。ちょっと朝早かったんでね、なかなかテンションが上がらないですね一旦ちょっとご飯食べます。はい、はい、ということで店舗に戻ってまいりました。ガクは内容見ましたか？はい、はい、チャット見ました。どうでした？うん、まあまあまあ、ね、これ正直に言っていいやつです、うん、まあまあまあ、うんって感じ。あ、まあなんか、おっしゃ入ったぜって感じではまあ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 、けどなんかユーロ、ちょっと綺麗めの古着が多いんですかね、うんうんうん、なんかぽい感じで。そうやね、ミリタリーも強いって言っとったんやけど、ミリタリーが1個も入ってない、うんうんうん、今から値段をつけてってで、アイロンして、うん、で、まあ年代調べて、うん、とかな感じで買い付け行ったらやるっていう感じやな、うん、まあ俺とガクで行ってるってオープニングでも言ったんやけど、うん、まあでも2人で行く価値はなかったかな俺1人でよかった。ああ、そうですか時間がね、まあてな感じでこういった裏の作業をやっております、うん。あ、終わりか。ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラム、チェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。See you!